行政の改革については、これまでも公務員の人件費、マイナス 7.8%、これは復興財源でございますが、国家公務員の給与の削減を決めさせていただきました。政権交代以降、人件費については約1割削減をしてきています。でも、これではまだ不十分だと思います。新規採用の手控えを含めて、定員の問題についても触れながら、これからも公務員制度改革を含めまして、そのまさに実績を上げていきたいと思いますし、加えて特別会計の改革、会計の数を17から11に減らすこと、勘定の数を約半減すること、そして独立行政法人の数を4割減らすこと等々ですね、さまざまな行革の取り組みをしっかりやり遂げていきたいと思いますし、今申し上げたメニュー以外にも、行革本部を作りました。この行革実行本部を中心にですね、これまでも歳出の削減については一生懸命努力をしてきたつもりでございますが、これからも歯を食いしばってさらなる行政改革、歳出削減を行い、2014年の4月に最初に 8% 消費税を引き上げる前までには、これらのメニューはしっかりやり遂げていくことが大事だと思います。またまずは会より始めよう、政治の改革もこれもおろそかにしてはいけないと考えています。今与野党の協議が進んでおりますけれども、特に議員定数の削減は必ず実現をしていかなければいけないということの決意も合わせて申し上げさせていただきたいというふうに思います。これから4月に入り、まさに与野党の議論が本格的にスタートするわけでございます。法案を政府として提出をしたということは、出したからいいということでは、これは許されません。提出をした以上は、全力で成立を期すというのが、私どもの基本的な心構えであります。決断の政治、ぶれない政治、微動だにしない政治、逃げない政治、先送りしない政治、そのスタートが切れるように、大変大きなテーマでございますが、この大きな課題をしっかり乗り越えて、国民の皆様の信頼を勝ち得、そして国民生活を守るために、社会保障の持続可能性を担保するために、この大きな改革についての結論を得るように、改めて全力を尽くすことをお誓いを申し上げまして、冒頭の私のご挨拶に変えたいと思います。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それでは林さん、どうぞ。北海道新聞の林です。消費税増税法案についてお聞きします。総理はですね、この法案について会見庁を念頭に置かず、6月21日の本国会中に成立をさせる、この方針に変わりはないのか、改めてお聞かせください。この法案はですね、参院で野党の協力がなければ成立をしません。この法案の修正の是非について今のお考えをお聞かせください。また自民党などはですね、法案成立前の衆院の解散を求めています。総理は法案の成立に向けて今後あらゆる可能性を追求されるとは思いますけれども、その中で大連立あるいは話し合い解散といった選択肢、これも排除しないのかどうか、これについてもお考えを。ちょっと今多岐にわたる内容が含まれていたというふうに思いますが、今国会中に全力を挙げて政府与党一体となって成立を期していきたいと思います。でまだこれ3月末の段階 で国会の会期は6月までございますので、会期延長を今念頭に描いているわけではございません。あくまでこの会期内の中でですね、この法案だけではなくてその他の法案もありますが、政府として出す以上はそれらはすべて成立を期すというのは基本的な姿勢であります。でそれを通すためには野党の理解を得なければならないことは、これは間違いございません。で先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この問題については社会保障の不安をなくしていかなければいけないと思っている党は多いと思います。議員も多いと思います。でそれを支える財源として消費税を公約にした政党もありますし、念頭に置いている議員もたくさんいらっしゃると思いますので、私はさっき政策のスクラムと申し上げることができました。いろいろ各論で違いの部分はあるかもしれません。だけどこの問題は乗り越えていかなければいけない、
解決しなければいけないと思っている方は与野党問わずたくさんいらっしゃると思いますので、そういう皆さんとスクラムを組んで建設的な議論をやっていく中で、これはいい提言だなと思ったことは当然のことながら取り入れていくことは当然必要だというふうに思っています。でそれで、ね、まあ、大連立とか話し合いとかでもありましたけど、そういう政局は考えずに脇目も振らずにこの法案の成立に向けてまず政府与党が一丸となって、そしてまとまって、そして議論をしていく、そういう立場で臨んでいきたいというふうに思います。